さあ、では続いてドラズバのコーナーに参りましょう。森さん、さらにお話をたくさんしていただきたいと思いますけれども、まずはドラゴンズの現状の、順位から見てみましょうか。今5位にいる一方で、首位広島東洋カープとのゲーム差は6ですので、森さん、まだ今世の状況変わってませんよね。まだまだ全然変わりませんね。広島、1位でね、貯金が7ですけども、中日、今6ですね。6ゲーム差ですか、これはね。そうですね。今日勝ったら別ですけど、あと14試合でオールスターですから、そこまでいってしまえば、これはある程度のね、計算はできます。まだまだ分かまりませだん。まだ全然分かりません。そんなドラゴンズですが、一ついい材料もご提示したいと思います。交流戦明けの10試合、なんと5勝4敗1分けで勝ち越していて、森さん、さらに先制すると4戦4勝、ピッチャー強いっていうことですかね。これはもう前から言ってましたけども、ただ間違いなくね、先取点取ればドラゴンズは強い、これは皆さん思ってると思うんですよ。だからこれさえ投げればなんとかって言うんですけど、やっぱり昨日もね、先に取られましたけども、逆転しましたかちゃらんね。としてくれたんですよ。これが初めてらしいですね。ちょっとそのここれからこういうのが起きますから。当然野球何が起こるか分かりもちませろんんそうかでら、す。どんなゲーム運びがあってもおかしくない。タンス預金と同じですよ。どんどん出しますから、これから出します。タンス預金と同じってのは いやいちょっとよく分かりませんでしたけど。いや、隠し持っててこれから出しますから。なるほど、回っていくんですね。逆転できる底力をじゃあ出していこうじゃないか。ちょっと長くなっちゃいましたけれども、そうですね。いかに先制するかが鍵っていうお話をここからしていただきたくって、森さんにどうすれば先制できるかお話聞いています。それを鍵がこちらです。森さん、オーダーの固定といただいているんですが、これは。そうですね、ここ最近、クリーンアップがほとんど移動してませんよね。そうですで、ね。故障者、怪我人がいて、これまではなかなかね、固まらなかったんですよ。日替わり。ですけども、ここの時、今の状態でね、細川一人中心になってたようなオーダーが少しずつ変わってきましたよね。そのクリーンナップ直近4試合固定していて、3番細川、4番カリステ、5番板山という並びが、ずっと続いていると4試合ですが、このクリーンナップ固定ということは一ついい影響なんですかね。そうですね、ここにカリステと板山いますけども、今の状態で、普通なら細川が4番がいいんじゃないかって誰も思うかも分かりませんけども、細川今絶好調ですからね。それが3番にいてカリステ、それから今板山もいいんで、これを固定していけば、1、2番がね、多少変わっても、相手が嫌がるオーダーも組めますよね。このカリステ選手なんか本当に勝負強いですもんね。チャンそスうにです強いね。やっですぱもんりね。少しね、相手のピッチャーも安心するとこもあるんですよ。ちょっと舐めたところがあるんですよ。体も大きくないし、ホームランも少ないかと思ってるとこもありますからね。でも、ヒット。6ホーマー、カリステ打ってますからね。いいですね。やっぱりその後の板山がいいですよ、今。そうなんですよね。その板山選手にここからはさらに注目してお話を聞いていきたいと思うんですけれども、まずどんな選手かというのを簡単にまとめています。実はタイガースで8年間プレーしていたんですが、昨シーズン戦力外になりまして、今シーズンからドラゴンズに育成で入団したんですね。で、今年の5月5日に支配下登録されたということなんですが、成績見てみましょうか。打率3割2分8厘、むちゃくちゃいいと。で、21本ヒット打ってるし、打点も上げている。今本当元気なんですよね。そうですね、しばらくね、ファームの方にいましたけども、上がってからの活躍が素晴らしいですよね。特に本拠地バンテリンドームで光り輝いているんだという情報をちょっとこちらご紹介しましょう。なんとこの板山選手はバンテリンドーム10試合出場していて、打率、森さん、4割5分5厘。これ偶然では片付けられない気がするんですけど。これはやっぱり本拠地で打つっていうのが一番いいですよね。自分を売るにもそうですけども、この球場自体に合ってるんじゃないですか、やっぱり雰囲気が。野手でもあります、あります。球場の相性ってあるんですありますね。ピッチャーでもマウンドの方とかいろいろあるのと一緒で、甲子園球場がいいっていうピッチャーもいれば、ドームがいいっていう人もいるけども、これ板山君、甲子園でやってましたけども、そんなに、バリバリではなかったですよね。今それに比べるとちょっ調と子いいですからね。めちゃくちゃドいいームですのこかの色とかね、センら。ター方向に向かってるその色柄っていうのが雰囲気が合ってるんじゃないですなか。るほど、そう、色彩とかそういったところも結果に何かこう関わってくるってことですか。それじゃなかったらこんだけ、ね、力だけではなかなかできませんから、そうでいいすものを持ってますね。よ。
そんな板山選手にお話を聞いています。こちらです。自分の強みっていうのはいまいち分かんないですけど、本当に、一球一球がむしゃらに全力でプレーするのが、まあ、自分のスタイルなんで、良くても悪くてもそこは見失わないように全力疾走で頑張りたいと思います。森さん、がむしゃらに全力に、こういった選手どうですか？うん、そう、これですよ。やっぱりね、前の球団クビになり、はい、新人拾ってもらい、そして今はね、がむしゃらになってやってるチームが一番いい状態に早くなってほしいと思うのが選手ですよ。なるほど。いや、今必死ですよ。ですからね、いや本当この、はい、今後の板山選手の活躍も楽しみですね。それ皆さん応援してあげてください。いや、応援したいと思います。はい、さあ、ドラゴンズの今後の日程最後を見てみましょうか。まあ、今日含めて6カードあって、このあとオールスターということになるんですけれども、森さん、どこかポイントになりそうなカードってありますか？ポイントはね、この週末のこの広島阪神巨人の全部本拠地で、はい、します。これがオールスターまでに3連戦ありますよね。そうですね、3カードこれの金曜日に高橋が投げますから、はい、頭を取って2連勝すると、そうすると計算通り、8勝5敗9勝5敗、その辺でヤクルト2試合ですから、そうするとそこまでにちょうど5割達成という希望を持ってます。借金完済してオールスターにと。そうですね、いうことですね。そうなることを祈りましょう。いやー、ね、祈りたいと思います。森さん、今日長い間どうもお時間ありがとうございました。ありがとうございました。